山内真理子月曜日のつぶやきここからはスタジオ部員の山内真理子さんによるコラムのお時間ですえオープニングでもねちょっと触れたんですけれども映画セイントフランシスという映画の試写会に山内さんが出られたということで、はい、ういうお話もされたんですよねはいあの8月4日にの渋谷のユーロライブっていう 渋谷区やってるあそこであのこの映画の主演女優で脚本も書いていらっしゃるケリー・オサリバンさんと,とリモートで対談するみたいなの通訳の方を通して書、はいてお仕事をしていてねすごく素敵な方でした可愛<ー>か,かったでも向こう今ね朝4時とかだったんです<ー>どこの国 <laughs> あアメリカの方で <laughs> <ー>あのシカゴに住んでいらっしゃるんですけどもこの日はなんかあのパートナーの方パートナー監督さんでもあるんですけどもーーパートナーの 方のご実家に行ってるから、あのパートナーの家のリビングで <laughs>。朝4時からこれを受けてくれて、<laughs> 本当お疲れ様です。ありがとうございます。みたいな感じでした。はい、えっと、私ね、この映画を見た時に、あの、もう今年ベスト。 来た<ー>って思って本当にすごく好きな映画なのでちょっと皆さんぜひぜひねあの聞いていただきたいなと思うんですけどもあの私泣けて笑えて心が温まる映画が大好きで一番いいなって思うんですよね結局泣けて笑えて最後心が温まるみたいな、うん、それに勝るものはないなって思うんですけどもあのまあ本当にそういう意味ではすごく今年見た中でもトップ。 今のとこダントツ大好きない映画でしたねあのアメリカの映画なんですけど有名な俳優さんは全然出てないんですね私があのこのリモートでやり取りした主演女優さんもまあ日本ではもう無名だしアメリカでもそんなに有名な方ではないとは思うんですで,で,でもすごく素晴らしかった、ね、はいで、えっとまあこの えー、ケリオサリバンさんが演じている主人公ブリジットっていうんですけどもあのまあどんな女性かというと34歳うん、うん、独身仕事はウエイトレス給仕、うん、係をやっている。 っていうであのーまあ、実はノースウェスタン大学っていう名門大学を1年間通ってるんだけども、まあ、そこ中退しちゃって、まあ、それっきりまあキャリアらしいキャリアは積んでいないような感じまあブラブラしてるというか普通に生きてたら34歳になっちゃったし、うん、みたいなそういう感じの方で野心があんまりないんですよね。うんうん 彼女が一夏、まあ、子守りのアルバイトをすることになりフランシスっていう6歳の女の子と、まあ、一緒に過ごした夏の日々が描かれます<ー>あのタ,イタイトルの「セイント・フランシス」っていうのはこの子守りする女相手の女の子フランシスちゃんのことなんですけど<ー>このフランシス、えー、髪がねくるくるカールしたすごいかわいいアフリカ系の女の子での両親がリズビアンカップルなんです。<ー>うん、あのヒスパニック系のお母さんと アフリカ系のお母さんっていう家庭で,で今ちょうどヒ、えー、スパニック系のお母さんが妊娠していてで2人目が生まれるところだから、まあ、その上の子をずっと夏の間見ていてくれる何「<ー>子守何が必要だからっていうのでひと夏の間雇われたっていうのがこの「ブリジット」なんですけども、うん、あのすごくねあのセリフがあのこのケリオ・サリバンさんが書いた脚本がすっごくよくって、うん、セリフが何気ないんだけどもいちいち「あー いいななっってて思うようよところがあって例えばのフランシスはね、まあ、両親が、えー、同性愛のカップルだからのブリジットに初めて会った時に彼氏はいるのって聞いてブリジットがいないって答えたら、うん、彼女はいるのって聞いたらブリジットがいないって答えるっていう、えーえー、なんかそういうセリフのやり取りを聞くだけであこの子の中では異性愛だけが全てじゃなくて同性愛も、まあ、そこに含まれているんだな、うん、それが普通なんだなっていうのが分かったりなんか 普通にあの何気ないセリフなんだけどもそこにあアップデート済みというか今まであんまなかったような価値観がちゃんと、えー、感じられるようなセリフが多くて<ー>ハッとして「あこれ絶対面白い映画だ」ってもうすぐ開始5分ぐらいで確信しました。であ,の、まあ、あとねすごく社会問題をいろいろこう内包してはいるんだけどもそれをあくまでもなんかさりげなく描いていて。例えば、まあ 普通だったらねあのブリジットは白人なんですけども、うん、白人の子守を黒人がするとかは昔の形じゃないですか<ー>そうでも今はこの白人のブリジットが、まあ、成功しているヒスパニック系とアフリカ系の家庭同性愛カップルの家庭の何をやっているってこの人種問題結構きつく描こうと思ったら描けるんだけどもそうじゃないんですよ。普通何も感じてないといとうかあのブリジット全然 そんな,こと気にしてなくて引け目にも思ってなくて普通みたいな感じでなんかそういうそのブリジットのまあ野心がなくって現代の,そのこの状況に対してあんまキリキリしていないなんかそういうあの気にしてないところとかがうまくあのこの映画の風通しの良さにつながっていてでそのまあ今アメリカはすごい分断されているってね言うけどもそういうの分断されがちな現代アメリカをすごくあのうまく切り取っている。あくま 今でも軽何か,か大げさに描かずさりげなく当たり前のこととして描いていてそこがすごく素晴らしいなと思いました<ー>であのこの映画すごいあの注目日本でね今公開、えー、先週の金曜日からスタートして注目されていてあのこのケリオ・サリバンさんのインタビューとか結構いろんなところで新聞とかでもね雑誌いろんなところに載っているんですけど。 注目されてる理由は多分生理と中絶っていうものをこの映画ですごいストレートに扱っているからなんですね。はあはあ、で、あのー、まあよく考えたら映画とかドラマって経血基本的に映されないですよね。うん、人間が刺されたり、うん あのミみ泥になったりすることはあっても、はい、まあ生理のの時ににに流れる血っていいうのは基本的にカメラ映さななまあなんでよく考えたら不思議というかね実際女性月一相当なスパンですよね月一で、ねうん、まあ向き合っている現実生理とか経験っていうのはまあ普通にと当たり前のものなんだけどもまあよく考えたらなんでこれ映さないのかなってまあ 多分作り手がが男性が多いからなんかそういう男性にとってはあんま見たくないものっていうのはまあ映さないように生理のない世界に補正されていてで今ようやくね、あのー、そういうもの生理とか、あのー、タブー視するのはやめてオープンに語ろうっていう風潮になりつつありますけどもでもそれでも。 この映画みたいに自然にナプキンに血がついているところとか <laughs> 自然に映るだけであ、新しいそういえばこの絵見たことなかったなっていう風な,なんか発見というかねあこれ新しいななんだろうなこれ描かれることによって当たり前だよねってなんか肯定してもらえる気にもなってくるんですよねそういう意味では忠実を描いているところもすごい重要でのアメリカって傾、えっと、光忠実薬が あるんですよ、はい、初期ってその描写とかも今まで映画であんまりそこまで見たことないっていうくらいちゃんと丁寧に描いていてでそこら辺も多分中絶経験した方とかで、ね、罪悪感持ってる方とかが見たらそれだけですごくあの慰められるというかね、はいうん、心にしみるところがすごく多いと思います。であの見終わった後本当に いい夏だっったなって、えー、すごい心からああ、いい夏だったなみたいなふうに思える、えー、すごくいい映画なのでぜひぜひ、えー、夏の思い出を作りに映画館で、えー、見ていただけたらなと思います、はい、泣いては泣けて笑えて心があったまるってましたね、うん、映画「セイント・フランシス」すで、えー、に先週の金曜日からヒューマントラスト・シネマ有楽町で上映中、えー、このほか全国順次公開予定となっています。 山内真理子月曜日のつぶやきこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけますぜひチェックしてください